はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。本動画並びに編集を撮影と編集を担当しております、古谷と申します。何卒最後までよろしくお願いいたします。全体で40分以上にはならないようにしております。時間は撮影時間ですけど、午前7時52分に撮影を開始して、午前7時58分に発車するという感じ。あ、55分、それではしばらくアナウンスを止めます。前面と展望の、動画をしばらくの間お楽しみください。
寺を通過いたします。減速いたします。はい、さらにカーブありです。大きくカーブいたしておりますので、最も遅い速度となります。道明寺駅を通過いたします。大阪阿倍野橋から、お越しの方は、準急をご利用ください。まだ土日切符を持っている方は急行で古市まで行き戻っていただいて問題ございません。まもなく古市駅です。
側の扉開きます。ご注意ください。近鉄長野線乗り換えです。この駅で少々ちょっとトラブルがあるので、それはちょっとおいおい後々にご紹介したいと思っております。よろしくお願いします。お乗り換えください。画像は使い回しです。この後ちょっと問題が起きます。運転手さんの行動に注目してください。実はですね、私の知らないところでよくあるお客様にお知らせをいたします。一番乗り場の吉野行き9号はただいま車内清掃を行っております。電車車内一番乗り場をお待たせいたしました。一番乗り場から吉野行き9号が発車します。車内清掃ってことは分かりますよね。トラブル、お客様同士とのトラブルがなんかあったみたいということで、ご注意ください。飛び出しありはご注意ください。飛び出しありはご注意ください。先ほど
れで発車なんですけども、まあ、よくある通勤の時のトラブル、まあ、大体考えられる部分としましては、まあ、割り込み乗車とか、まあ、ドア付近でなんかまあ言い争いをしたっていうのが典型的なパターンとして挙げられるんじゃないでしょうか。まあ、こちらとしてはもういい迷惑ですけどね。はい、では、まあ、あとまたしばらくナレーションの方を止めさせていただきます。再びデメンテンポの方をお楽しみください。
き各駅停車にご乗車のお客様はこの機会です。着座の扉は高田市に止まります。左側の扉は開きます。お注意ください。ございます。まあ朝ってこともありましてかなりの人がおられます。ご視線は乗り換えです。乗り上がしまにはご注意ください。2番線に到着の電車は4番線またの画像の使い回しをしております。あ、駅名称の使い回しですね。はい、最大3年ですので、ここで駅名をズームアップしているということを実は完全に忘却しておりました。 笑えないですね、本当。扉閉まります。ご注意ください。
開いたしました。そろそろ締めに入っておきましょうか。まもなく、橿原神宮前です。ここまで、まだちょっと先あるんですけど、ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。もしこの動画が良かった、なんとなくでもいいから、そこそこ良かったよと思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録もお願いいたします。他にも動画ありますので、そちらも何卒よろしくお願いいたします。ご要望に添えられるかは分からないんですけども、もしこの路線を取っていただきたいっていうご要望がありましたら、コメント欄の方にお願いいたします。いや、地下鉄取れって言われてもね、なるべく私鉄とか JR 線とかそういったので取ってほしいところがありましたら、遠慮なくコメントいただければと思っております。考慮させていただきます。はい、まもなく、橿原神宮前でございます。ありがとうございました。橿原神宮前です。橿原線の次回です。吉野方面の動画は、一応貼り付けておくんで、そちらの方をご覧ください。ありがとうございました。